この前がね、行かなかったんですよね、目標の800点。いつも分かんないんですよ、手応えが。そんな中、IP テストも受けてたらしいじゃないかい。そうです。そのまま丸々200問同じ問題か。韓国の IP テストって混ぜるんで、複数の回を。この大学でさ、800点いなくね？周りどうなの？いないです、いないです。では結果は、はい、山口の結果、こう。ほで始まりました、もちゃんね。さあ今回は、はい、それめっどうめもいちです。はい、ということでエフライン山口がやってまいりました。どうも。はい、そうですね。トイックの結果、はい、はい、3月のやつオープンしていきたいと思いますが、前がね行かなかったんですよね、目標の800点。はい、そうですね、ギリ行かなくて、行かなかったんですよね。はい、795点だったんですけども、さあ果たして今回は目標の800を超えたのかどうかをちょっと見ていきたいと思います。はい、いよいよ開けて、やっぱ俺が開けるとなんかこれまた開けやがってっていう。なんで言われてるの？別にいいじゃないですか。はい、すごいです。本物のね、本物のエフラン大学っていう言い方もあれですけど、本物のエフラン大学でちゃんと勉強してる人ですので、はい、勉強してるんで、はい、開け方がちなみにこの前のエフランの現状のやつあったじゃないですか。はいはい、あったね。あれなんか相当言われてましたね、僕いろいろ書かれてね、いろいろ言われてましたね。なんかいろいろ言われてて、なんかそんな言うんだと思って。そうそう、え、分かったでしょ、これが YouTube 匿名の力で、匿名ってこんなにね、ひどい。あ、シアトルマリナーズじゃないですか、今日は。これ、イチローの、これ見れば分かるんですけど、これイチローの刺繍が入ってます、イチローの。ほんとだ、限定のやつある。こういう、いろんなのを持ってますね。持ってますよ。まあ、今日、オークランドエイズとね、マリナーズの試合が人が全然入ってないっていうのが話題になってましたけどまあね、あれ、まあ、しょうがないですよね。オークランドのね、あのコロシアムのところはまあいつも人入ってない。俺でもイチローの試合見に行ったことがあるんで、まあ、スタープレイヤーがいない時とかはもう全然ボロボロなんで。はい、その豆知識、そこには何度も見に行ってるので。では行きます。318回ですね。318回。え、午前午後、午前午前だ、ね。はい、俺と同じだ、ね、午前に。え、手応えはどうだったんですか？手応えはいつも分かんないんですよ、手応えが。そうなんです、いつも分かんないんですよ。できたなっていうのもないし、ダメだったなってもないんで、いつも結局結果的に分かんない状態で終わって、ね、結果見てるって感じですね。じゃあここを押さえてもらってですね、こっちを押さえてもらって、さあでは結果は、はい、山口の結果こうです。はい、自分で見てください。やっちゃった振り出しに戻った705点ですね。だいぶ下がってないですか？90点下がってるよ。やばい。何したのこの、何ヶ月、いつだ、これが前のが1月のやつですね。なんで1月から3月に一体何があったんだい。いやー、まあリスニングはね425から400なんで、まあそんなにダウンではないんですけど、370から305ってこれはだいぶダウンですけど。やっちゃったっすね、はい、そうで、いやだいぶ下がりましたが、さあアビメ見てみましょう。じゃあ、あらら驚き。じゃあまずはリスニングの方。はい、はい、はい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 、ああなるほどね、はい、比較しますか。はい、比較しましょう。と、最初の短いアナウンスの、ね、情報、要点のやつは、ね、88だから上がってるな。次の長めのやつが、あ、下がってますね。これが75あったのが67まで下がってる。で、短いやつにおいて、詳細、あ、100% じゃん、今回も。前回に引き続き、2回連続 100%。はい、100% 2回連続。おー、すごいね。やっぱ簡単な問題を取れる。で、次、長めのやつが、あ、前回85だったのが74に下がってますね。ここですね、やっぱり 3-4 が弱いですね。2箇所とも下がってるんで。でもってと暗示は上がったな、 80% だから、うん、はい、まあだからリスニングはそこまで手も変わってないですね、うんうん、だ問題はリーディングですよ。一体どんな変化が起こったのかちょっと、はい、いきます。まず推測ですが、48、平均になってる、48の48。推測ですね。らららららら。で具体的な情報がこれ60で下がってますね、こちらも。そして次が複数間の照らし合わせも54で平均まで下がってます。で5位も63でだいぶ下がったな。5位まずいな。文法だけ90で上がりましたね。
わー、何をやってたのこれは。いやー、まあなんか前も言ったんですけど、パート7の壁越えのやつ、まあパート7を早くしよう、あとまあデルセンですね、やったんで、ね、はいはい、デルセンの影響はまあ文法は上がってますからね、はい、で、ただこの日なんですけど、うん、前々回のやつもそうなんですけど、うん、試験中にトイレ行きたくなっちゃうっていう事があって、これちゃんと自分も対策してて30分前ぐらいにもう拘束されるじゃないですか、一回、はいはい、されますね、あれで、あの時に大丈夫だったんですよ、うん、この前々回も前回も、ただ途中でトイレ行きたくなっちゃうんですよ、うん、でもうそれで全然、まあ、言い訳になっちゃうんですけど、うん、そこがな、多分行けばいいんだよそういう時は。いや行きたいんですよ、行きたいんですけど、うん、自分も言えないと。ちなみに前々回は言いました、さすがに。ちょっと前々回ちょっときつくて、うん、ただ前回のてか3月のやつは、うん、まあ微妙だったのもあるし、行っちゃうとやっぱ時間取られちゃうのかなと思って、うん、そこなんですよ、時間が余裕なんだったら別に、うんいいんですけど、そこでちょっと、まあ時間余裕なくても集中できないんだったら行けばいいじゃん。行った方がいい。じゃあ今度は行きます。まあ対策します。今度は行きます。トイレの対策をします。そうなんですか。まあ2時間の試験だけど2時間以上拘束されちゃうんでね、まあそうそう、始めも終わりも長いんで、まあそれはちょっと。ま、そんな中 IP テストも受けてたらしいじゃないかい。そうなんです、 IP テスト1月に、や大学内の授業での、うん、単位を取るための、うん、まあ、最終的なテスト、定期テスト的なやつで受けなきゃいけなくて、はいはいはい、なるほど、 それなんですけど、そちらの結果いきましょう。はい、その結果がということで、こっち800超えたんかい。なんか800超えたんすよ2月に。800超えてですね。ということで、これ受けたのが1月21日か、だからこの前々回とほぼ1週間違いぐらい、前々回が1月の20何日9よ9、その1週間後ですか、ね、なんで、うわーなるほどね。まあただ残念ながら IP は認めないんで、 IP テストちょっと認められないので過去問ですから、はい、まあ今よりも一応簡単なんでね。はい、じゃあ IP のアービー見てみますね。もうこれはもう早速出しちゃいましょう。はい、これがリスニング、はい、でこれでリーディング、はい、感じです。なるほど。では見てますね。最初が短いの80、さっきとちょっと下がってるぐらいか。でその下がでもほら次90だからね。そうですね、9割取れた、だいぶ取れて、さっき67だったので、短いやつが94、まあ100取れてたやつですね、うん、でその下も88、80だからだいぶ高い。そうですね、435、370だもんね、だいぶリスニング高いで、リーディングがそれに対して最小が推測が73、うん、これも高いで、次が具体的が84、ほうほうほう、で複数の文章散りばめられたが56か、これ低いな。で語彙が86で文法76で低い。なんだ、まだまだ全然バランスが、文法だな、文法がいい時になんか、うん、他が下がっちゃう、なんだ、やっぱ時間配分がちゃんとしてないから、なんか文法に使いすぎちゃってるって あるんですかね、これ、うん、あるよ、それは全然普通に使いすぎてる可能性はあります。いやー、どこが問題なの、まあ、これそうか、平均は出ないんで、 それぞれの団体がどれぐらいの平均なんて分かんないですから。でまあ元々の公開テストの平均を使ってこれは出しているので、ただ分かんないです、今の IP もう IP しばらく受けてないので、そのまま丸々200問同じ問題か、韓国の IP テストって混ぜるんで複数の回を、うん、なんか同じようなのが日本でやってるかどうかは分かりません、私は知らないので。まあ海外で受けたら普通は過去問丸々200問あるんですけど、はい、でね、はい、私がそうそうアメリカであんまり受けたくないっていうのは過去問だからですね、はい、だから持ってただ過去問受けてもう自分の受けてないフォームだったらね受けたいですけどね、うん、ああこの問題のことだったのかって分かったりするんでいいんですけど、自分の受けてたフォームと全く同じのが出てきた時はちょっと悲しいというかつまんないんで、またかよってなっちゃうので、はい、ということでした。だから800は一応は超えてます、はい、おめでとうございます。800超え、ありがとうございます。目標の800、坂上の800を超えて805ですから、坂上超えは IP ではしない、 IP です、はい、だから公開でしたいですよね。そうです、公開でやる意味で、そうです、公開テストでやっぱり超えるっていうことに意味がありますので、やっぱ公開テストでちゃんと800点超えてもらうっていうまでね、やってもらわないと。次はいつですか。次は今月の21日、はい、5月ですね、5月21日の午前ですね、はい、受けますので、まあ、僕も受けますが、まあ、千早がねまた会ってません、はい、いつも一人全然会えない、なんでだろう他のメンバーですね、せっかく同じせっかく同じ日に受けたのに会えないというですね、まあ、今回そう2人に連絡したと思ったらできてなかったんで、だ千早は空いてる、この撮影日空いてるって来た時にもう送った気でいたら全然送ってなかった
っていうので、それで「あっしまった」って送って「行けます」って来て、その後チャイに言ったら「あもう予定入っちゃいました」いつ他の人たちと会えるんでしょう、本当に頑張って頑張ります、次こそ800を次は頑張ります本当、はい、取り戻さないと、はい、エフランから本当に、いやもさ、ここの大学でさ800っていなくね、周りどうなの、いやいないっす、いないっす、いないっす、多分いないっすね、え1位だよね多分ね、学校内1位とかに。でもなんか一回入学式のオリエンテーションで先輩が最高が810とかだった、うん、ああ最高が810、もうあと1問じゃん、はい、ったなるほど、ってことはもう学校最高じゃん、学校最高を取ることができるところまで来ましたから、その大学の歴史に名を刻むかもしれませんので、はい、はい、ぜひとも頑張ります、楽しみにしてください、はい、ということでした、はい、ご視聴ありがとうございました、 Thank you for watching、 Thank you for watching、 OK やっちゃったな。